こんにちはマックテクテノロジー研究所の松田です、はいえー、今回のパソコン黎明期の回顧録、えー。連載でね、お届けしてますが、パソコン世界を創造した結物たち、今回第5話でして、これで、えー、このパソコン世界を創造した結物たち、えー、最終回ということになります。 えー、取り上げる人物はですね、ジム・ウォーレンというね、えー、人物です。これまたね、直接ね、えー、パソコンとか、ね、ガジェットの、えー、作り手であるとか、ねえー、そういうところに関係した人物ではありませんので、まあ、ご存じない方も多いんではないかと思いますがね。はい。 さて、じゃあ始めますけれども、まあ、現在ではですね、えー、パソコンの展示会とか、な、ね、んとかフェアといったね、いわゆる祭事、催しはね、別に珍しくはありませんでね、えー、逆にまあ近年、通り一遍のね、えー、展示会では飽きられた感もありね、人もなかなか集めるのが大変だという話も聞きます。 えね、で今回のうんお話なんですが、まあ、パソコンの、ね、歴史の中では、ねまあ、忘れてはならないと思うんですが、1977年、1977年、えー、サンフランシスコで、ね、開催された第1回ウェストコーストコンピューターフェア。 略称としてですね、WCCF と記述されることがありますけれども、このウェストコーストコンピューターフェア、えー、があるわけですけどもね、これを主催したのが、今回、えー、取り上げた人物、ジム・ウォーレンだったんですね。はいえー、この、ね、ジム・ウォーレンはね、えー、カリフォルニア生まれのテキサス育ち、ね でね、テキサス、テキサスでね、5年間数学を教えた後、サンフランシスコ湾岸、サンフランシスコ湾岸、えー、地域ですかね、に移住して、シリコンパレー北にあるね、小さな町、ベルモントという町があるそうですけども、そこのね、女子大の数学教師に就きました。うん。そこでね、5年間、 えー、教職にあったんですけどね、えー、やっぱりアメリカであれ、えーねえー、はちゃめちゃぶりの <laughs>、えー、人生を送るうー、ね、一人だったのかもしれませんが、彼は、ね、その頃ね自宅でなんとヌードパーティーを開いていたと言います。ね、どんなもんか分かりませんけどねで、まあ、本人言うにはね。 至島、ま、つつましやかなパーティーだったと言いますが、まあ本人が言ってもね、あんまり説得力ありませんかね。ただね、やっぱりこれがね、えー、なんということか、プレイボーイの雑誌とかね、BBC が取り上げてね、えー、放送、放映、出版されちゃったために、大学当局にしれね、まあ、 騒ぎになっちゃうわけですねその上にそのね、勤めてた大学がね、カトリック系だったってことも関係してね、辞職を勧告されてしまいます。うん、まあしゃあないですかね、えー。でね、新しい職を探したこのウォーレンでしたが、スタンフォード、えー、医療センターでプログラミングの職に就きます。その仕事がね、 気に入ってきたそのウォーレンだったんですが、まあ、コンピューターへの興味がね、どんどん増していきまして、彼はその分野でね、最新情報を追うようになり、それがね、後に彼をね、ドクター・ドブス・ジャーナルっうのかな、というね、雑誌の編集者に、えーえー、なってしまうというところまで行きます。 でね、その頃ね、えー、ニュージャージーやアトランティックシティなどで、ねえー、コンピューターショーが開催され始めてました、ねえーまあ。規模としては大したことの規模ではな,いなかったようですけどね。でジモーレンは、ね、そうしたサイズに、ね、理解は。 示していましたが、違和感を感じていたそうですよ。でその違和感というのは何かというと、これほどね、有意義な、ね、有意義なイベントをですね、場違いの場所で送ってるあの行っているのではないかという違和感でした。えー、彼いわくですね、うん、マイクロコンピューターの中心地は紛れもなくシリコンバレーだろうと。 ねえー、シリコンバレーがあるこの西海岸であり、この地で開催されるべきだと強く考えるようになったわけです。ね、そしてね、雑誌の編集ならびに発行と同じような意味においてねメ、メディア、それからメーカー、技術者たちとの交友を実現する場となるであろうね。 いわゆるそのマイコンショーを開催するのはね、自分の使命だと決意するに至ります。えー、それはね、えー、先ほど申し上げた出版物よりね、はるかに新鮮な情報、エクサイティングな情報を多くの人に提供することができるんではないかと、ねえー、ジム・ウォーレンは確信するわけです。 でねオーレンは当初、ショーの会場としてね、スタンフォード大学の施設を借りようと考えましたが、あいにくスタンフォード大学が都合が悪いと断ってきました。そのため、サンフランシスコのシビックオーディトリアムを除きに行きましてね、えー、それをまあ、えー、ジムオーレンは気に入ったそうですけれども、えー、収容能力はありますし、スペースももちろん申し分がありませんでした。 ただ、費用をね、確認しますと、まあ、1日の仮金はね、かなり高かったと言います。うん、そこで彼はね、まあ、自分を手伝ってくれるパートナーたちとね、まあ、レストランに入り、えー、そこに置いてあるね、ナプキンにね、メモしながらね、収支、ね、収支計算のシミュレーションをしたそうですよ。うん えー、展示の数がどのぐらいなるんだろうか、またするべきなのかね。で、そのコマですよね、一コマの料金設定はどの程度に、程度に来たらいいのか、するべきなのか。で、何よりも入場者数。えー、これがどの程度なのかどうか。ねえー、そういうことをいろいろとシミュレーションして計算すると。そうするとね、 えーまあ、入場者、来場者、6000人程度で収支は賄えるという、ねまあ、結果が出てで、えー、利益がそこそこ出るという計算になったそうです。でね、決断が早いオーレンは、ね、早速、ね、コンピューターフェアというね面白いですね、コンピューターフェアという自分の主催会社を、ね、設立します。 会社を作っちゃうわけですね。で、仲間たちと開催準備に取り掛かることになりましたが、イベント名、ね、これがウェストコーストコンピューターフェア、WCCF とおー名付けたものとな,なりました。うん、で、でまあ、大体の大枠が決まったところで、ジム・オレンはね、 マイコン産業の、ね、トップ、社長たちに直接電話をかけ始めます。ね、好都合なことに、ね、このウォーレンという人物は、ね、編集の仕事を通じて、ね、まあ、この業界のトップたち、大半を、ね、個人的に、えー、知って、ね、いたということなんで、えー、非常にやりやすかったようですねでね。 電話口で、えーあ、ジム・ウォーレンだけどと、今度コンピューターフェアをやるつもりなんだけど、出店の興味あるかいっていうようなラフな電話をかけまくるわけ,わけですね。と、電話口の答え,答えのほとんどはね、もちろんとか、すごいな、絶対出るよと言ったものだったそうで。うん、じゃあ彼は、OK、じゃあこれこれこうなんで出店の金を送ってくれよと。 展示スペースを確保するからさ、と。ね。えー、というふうに電話をかけ,りかけまくったわけですが、あのコンピュー、アップルコンピューターのスティーブ・ジョブズへもね、直接電話をかけます。でね、ジョブズもね、大いに乗り気でね、正面、会場正面入り口の 4, 4コマ、ね、4つのブースの予約をその場で。 えー、解したそうですまあこの WCCF 第1回のね WCCF で、えー、何回か重ねてお話をしてきましたけれどもあのアップル2がお披露目されることになるわけですねまあそんな具合でね数日もするとすでにね黒字が見えてきたそうですよ。 ね、で結局、出展者数は初回ですよ、初回にもかかわらず、150社ほどが集まりました。で、オーレンはね、来場者の数、土曜日と日曜日の2日間やるわけですけれども、まあ、7000人から1万人、行って1万人かなと見越していたそうですが、 蓋を開けてみますとね、実際には1万3000人が集まったといいます。えー、晴れ渡った幸いにね、土曜日の当日、市民ホールのこの片側にはね、2列、反対側には3列もの長い列がね、数時間にわたって続いた。そうなんですね。で、行列が必要以上にね、伸びた原因はいろいろあるんですが、 まあ来場者数が予想より多かったってこともありますし、ジムオーレのね、まあ、結果論ですけど、失策もね、えー、目立ってしまったと。なぜならね、入場料を一律の料金にしなかった、まあ、いくつかこう、ね、えー、ランクつけて、何種類かあったんで、窓口が混乱したと、うん。で、受付窓口のね、バイト人数をね、うん、軽視せく、節減でね、 人数を減らしてたってことも、これも大きな混乱の原因だったそうです。まあ、現代にも、ね、いつの時代にも通じることですよね。で、ウォーレは、この長い列を見てね、これはちょっと大混乱になるんではないかと危惧するわけですよ。しかし、幸いトラブルというものはね、起きませんでした。でね、 うーん。来場者たちはね、入場できる1時間ほどの間待ってるわけですけどね。前後左右の見知らぬ人たちとおしゃべりして楽しんでたと。で彼らにしてみれるとね、会場の外とはいえですよ。もうすでにね、彼らの頭の中では展示会始まってるわけですね。 自分たちと同じコンピューターマニア、ね、えー、との会話、非常にね、情報交換として貴重なわけですよ。ね。非常にこれが楽しいものと感じていまして、待ってる人たちの不平というものがね、ほとんど見えなかったようです。で、この辺はね、あのー、今のね、イベントでは、えー、そんなこともなく、ちょっとね、 大きな問題になってね、えー、トラブルになるかもしれませんが、当時ですね、当時、えー、私たちもさまざまな、えー、そうですね、イベントに参加もし、えー、自分たちが主催もし、いろいろ経験しましたがね、この今のこのニュアンスはよくわかります。見知らぬ、全く見知らぬ人なんですけども、 もうあそこに集まるのは目的を決まってるわけですから。もうね、知り合いなんですね。知り合い同然。うん。うーん。そしてね、まあ、あの、皆さんも経験あるかと思いますがね、WWDC はもとよりですけど、なんかの新製品のね、発表のえイベントとか、 マックワードエキスポ東京などとか、長蛇の列にね、たまあ、並ぶ楽しさっていうことをね、うん、思い出していただけるんではないかと思うんですけどね。まあ、会場にそして入ってみればね、最新の製品たちが当時のね、ずらりと並んでるわけですね。そして、ホビーストたちがメーカーの設計者たちと直接、 会話ができる。質問ができる。非常に貴重なひときだわけです。でね、一部のエリアではね、ちょっと写真後で貼っときますけどね、ご覧いただけるとおりね、もうね、満員電車並みの混雑でした。で、アップルコンピューターのブースはね、スティーブ・ジョブズがね、もう説明に大あれば、 えー、だったそうですでね、これはウォーレン曰くですけども、出店の企業はね、ほとんどが直を知れないような小さな会社ばかりだったから、4コマ取ったアップルの会社、アップルのブースね、それらと比べればね、会社らしい方だったよと <laughs> いうことのようでした。うんでこのね えー、WCCF、第1回の WCCF ですが、えー、富田さんの著書、パソコン創生機ってね、熱い本があるんですが、これによるとね、日本人もね、少なからずいたそうですね。うんえー、さて、まあ、イベントは展示だけでなく、テッド・ネリソン、 ね、リー・フェルゼンスタイン、SF 作家のフ,フ,フ,レ,ディリックフレデリック・ポールら <laughs> のね、公演もあったそうです。この辺もやっぱり今の、ね、イベントとの走りですよね。やっぱり展示があり、ね、著名人の公演がありとかね、基調公演がありっていう感じですかね。はいえー、これの公演も人気だったそうですし、 この第1回ウェストコーストコンピューターフェアは、それまでの賞と比較するとね、3、4倍の規模だっただけでなく、ね、解放の発行とか、運営手法などにおいてもね、新しい時代への扉を開くというね、大きな貢献をなしたと言います。で、ジム・ウォーレンはこの第1回 WCCF ね、 えー、開催前にね、すでに第2回目の開催を、ね、当然企画し、決めていたそうですがね、今度はね、会場はカリフォルニア州のサンホゼだったそうですが、その展示ブースはね、開催1ヶ月前には全部売り切れだったそうです。まあ、のしていくね、えー、パソコン、 えー、ホビーコンピューターの需要がのしていく時代ですからね、まあ、あのこれまで、ね、ご紹介した、例えばポピュラーエレクトロニクス誌、雑誌ですね、と、えー、アルタイラ8800の関係のようにね、やっぱりコンピューターの雑誌、メディアによってマイコンが認知され、ニーズが確立され,とすされたとするならば、 ウォーレンが当時のマイコン同様手作りで開催した WCCF のこの大成功。こうした展示会のメリットが業界の中で知れ渡りね、その後、この種の展示会がね、ただ開催されるようになったわけです。まさしく先駆けとなったわけですね。はい。 というわけで、今回のパソコン世界を創造した結物たち、えー、第5話ですね、えー、ジム・オーレンという人物を、えー、ご紹介しました。はい、でこれで、えー、繰り返しますけれども、えー、5回連載で続けてきましたパソコン世界を創造した結物たち、はいえー、これで、えー、終了となります。まあそえー、その次回 果たして何になりますかねはい。ではまた、ありがとうございました。